女学院大学人間生活力部管理栄養学科2年の知念ゆりなです。沖縄尚学高等学校出身です。もともと進路が決まっていなくて、周りの友達が決まり始めた高校2年生の1月ぐらいから焦って進路を決めようと思ってたんですが、自分がやりたいことがなかなか見つからなくて、好きなことってなんだろうって考えた時に、自分は料理が好きだと思って、後に管理栄養士の資格も取りたかったので大学で取ろうと思って、大学探しのポイントとして管理栄養士の免許が取れて、教員免許も取れる大学を探して、何校かピックアップして行動説明会に行った時に、女学院のブースに行ってお話を聞いた時に、この大学に行ってみたいって思って女学院を選びました。もともと県外に行きたいっていう話をしてて、経済面だったりとかいろいろ問題が出てきたんですけど、兄も同じ時に入学するっていうことで、やっぱり2人一緒に大学行っちゃうとお金がかかるんで、奨学金を借りて経済面で負担がかからないようにしたりとか、親と一緒にお家を探したりとか、いろんな話をしました。ずっと沖縄にいたんで、とりあえず県外に出たいなって思いました。やっぱり自分一人の生活なんで、家事を自分がやらないと誰もやってくれないし、自分で進んで家事をできるようになりました。料理は好きだったんですけど、家事は苦手で、掃除とかもめんどくさがり屋なので、掃除なんてって感じでした。他の大きな大学と違って、先生との距離が近くって、進路の話だったりとかいろんな相談ができたり、わからないところも聞けるので、ここが良かったなって思います。知ってる人がいないっていう環境と、冬は寒いですし、何よりも方言ってやっぱりあるんで、言葉が通じなかったりとかすることがあります。沖縄にいる時は標準語と思って喋ってることが、ここに来てみたら違かったとかありますね。自分は文系だったっていうことがあって、理科系の科目が本当に苦手で、もうなんか勉強するのも辛いんですけど、その苦手意識をなくさないと国家試験は受からないと思うので、まず苦手意識をなくすことを頑張ってます。家庭科の教員になることです。栄養関係のことをしっかり学んでます。バトル先生、中学の時からいつも自分のことを気にかけてくれて、卒業した今でもいろんな相談に乗ってくれたり、話を聞いてくれたりしてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。お父さん、お母さん、いつも自分の学費を払ったりするために頑張って働いてくれてありがとうございます。連絡とかもたくさんくれてありがとうございます。大学卒業するまで頑張って勉強するので、応援しておいてください。よろしくお願いします。ゆうま、いつも野球の話だったりとかいろいろしてくれてありがとう。沖縄に帰ったらゆうまと話すのとっても楽しいし、いろんなところ行っていつも楽しいです。今回はコロナの影響で行けなくなってしまったけど、またコロナが収まったら一緒に野球見に行きましょう。みんなありがとう。進路に迷ってたり、県外に出たくても勇気が出ないっていう人も多いと思うんですが、一歩踏み出してみれば自分の世界も変わるし、絶対に応援してくれる人は周りにもいるので、自分の進みたい道に進めるようにいろいろ相談したりとか、自分から進んで行動できるように頑張ってください。応援してます。広島女学院大学はアットホームな感じで、先生との距離も近いのでたくさん学べると思います。ぜひ広島女学院大学に進学してください。メンソーレー。